はい皆さん、毎度毎度今日もね経営とサイエンス見ながらねメンズグルーミングで新たなビジネスチャンスを作り出せどうなんだかねグルーミングって何よ <laughs> まああの開くとねヘアトリートメントとかねあの載ってるけどね 400ml で5000円高いねこれ高級なものに比べてね そこらのスーパーパで売ってる、まあ、大手メーカーね安いよねそういうところは比較的あれ洗剤で言ったらマジックリンなんか安いじゃない油汚れに対してね非常に高い洗浄能力を出すっていうのかなあれをね小さなメーカーで作ろうと思うとあの値段じゃ無理だっつうんだよね大きいメーカーカは原材料から 作るみたいなんだよね原材料すら作ってしまう自分自でだから安くできる値段で勝負しようと思ったら小さいメーカーは無理だっんだよねやっぱり洗剤作るんだったら材料買ってこなきゃいけないけどやっぱり材料はどっかから仕入れるわけだからねなんか,なんかねその辺にからくりがあって安くできるみたいねあと安く大量生産ってのもあるよねで大量生産してっからまあ大手メーカーのは それこそトリートメントだけじゃなくてシャンプーも売る何も売るヘアカラーもねまとめてドラッグストアに卸すわけじゃないだ流通も安くなるにはなるだろうね小さいメーカーだと本当に1本くれ2本くれっつうのそうなると流通のコストがかかるからねやっぱり高い値段になっちゃうよねはい最近急速に高まっている若い男性の美容意識 大手化粧品メーカーやファッションブランドなども次々とメンズ化粧品に参入する何やってんの化粧品って最近の男の子はやっぱり芸能人の影響かね韓流とかね眉ケアヘッドスパスキンケア脱毛 <laughs> ねこういうのも若いね綺麗な美容師さんまあ若すぎてもちょっと不安だからね まあちょっとベテラン美容師さんねマスク美人のね荒さ荒穂ぐらいのね荒さだと若いね荒穂ぐらいがいいんじゃないの <laughs> だけど眉ケアはでも床屋さんはやってるよねあのおじいさんになると長いのが出てくるからね平均から外れた長い毛だけね、まあ、切るような感じあと耳の中の変な毛も出てくるよねあれ気にする人なんか気にするよね耳触るたびその毛が触ってなんか嫌だってねでそういうのを あのなんだっけ産毛剃りの電動ででねねは怖いいからら、ね、あれでチッと切るぐらいまあだけど男はねあんまり自分の顔や髪の毛にね金かけてもね、うん、女の人から見たらどうなんだろうね女の人から見たらその分女の子になんかお金 <laughs> 使った方がいいんじゃないちょっとおごってあげるとかね自分のことよりも女の子に金かけた方がよくね <laughs> はい、メンズ育毛史上進化論まあこれどう男はね育毛してもね効果ないよね女の人の方が深刻だよね男は最後開き直っちゃうからねで男性も若い時に頭頂部がよく抜けちゃうまあストレスでねでこういう方はストレスがなくなったら、まあ、何回も言ってるけど生えてくる場合があるからね LED による発毛のエビデンスってエビデンスっていう言葉使わないでもうちょっとさ日本語で書いてくんない なんか聞き慣れない言葉を使ってね煙に巻いてるよね。LED の波長っってさ太陽光線には全部波長入ってんじゃないの <laughs> 太陽光線と LED 何が違うのよ波長っつうのはね波長だからね周波数だからね太陽光線には全部入ってると思うけどねまあこうやって言うとね太陽光線にはね余計なあの紫外線も入ってるとかってまあ返してくると思うけど。 まあ、オカルト的な考えだと思うからねちょっと話し合うとね怖いよねまあ個人的にはねオカルトは嫌いだよはい顧客に負担を感じさせないで値上げする方法ねうん時点の都合で値上げする際の実践的かつ結果の出るマル秘テクニックマル秘テクニックなんかないやんやっぱり我慢して我慢してねあの値上げしないでいるとドカーンとね 千円値上げとかってやりたくなっちゃうんだよね、うん、やっぱスーパーみたいにね10円とか5円ずつちま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 上げていくっつうのそれが一番いいんだけどねこれちょっと面白いこと書いてあるところで皆さん自分のメニュー料金の工程を考える時こんな美容師のやり取りを耳にしたことはありませんか俺カット6,000円だぜと一方が言うともう一人が「へえ俺8,000円だけどね」とマウントを取るだって「<laughs> 美容師あるあるですね」って。 この2人にはは大きく欠落している要素がありますすそれは施術時間ですとおそらくこの2人の間にはカット1時間という暗黙了解があると想像できますちなみに僕のカット料金は6000円ですでも施術時間は30分1時間で単純決算1万2000円、まあ、確かにカットの値段も大事だよねだけどこの施術時間っていうのもあるよねだけど俺8000円だけどってまあ8000円取る そののスステータスってても認めてあげたいよねここではただ単に時間単価だけでなんか物事を考えてるようだけどこの値段はね地域性とかねいろいろあるからねお客様の層によってね一概にどっちかととは言えないよねまあうちあたりだと本当にカット2500円でね慣れてるおばちゃんカットだったらゆっくりやって20分だね。 まあ、ゆっくりやればどんどん時間は経っていくけどね早くやったらそれこそ10分十分ぐらいカッ,トカット時間なんか数分だよねあのクロスをつけたり外したり乾かしたりする時間さっぴいちゃったらねまあそれに比べてね髪の毛の多いね男の子なんか来たりするとちょっとその時間じゃ無理だよね一生懸命頑張って20分でやっと終わったとかねこのカットの内容だよね 年齢数によって全然違うからね。年齢が高くなればなるほど。比較的時間は早くなるね。若ければ若いほど時間がかかるっつうの。まあ、毎月切ってる小学生だけど、やっぱおばちゃんカットの毛が少ない人、あの力出さずに軽く切ってた方が楽だよね。やっぱり毎月切ってる。小学生でもそんな簡単には切れないよね。10分以上はかかるよね。一人ね。 女の子で数ヶ月おきに来る子なんつったらやっぱり大人より面倒くさいっていう場合があるよね親が見てたりするとねキッズカットになるともうこれはもう別格ねもう全然世界が違う感じまあこういう雑誌ね顧客に負担をかじさせないで値上げする方法実質値上げ施術時間を短縮し時間単価を上げる技術これもね 自分なんかは若い時に比べて手術時間は早くなってるよ。若い時は若いお客さんが多かったから時間かかってただけ今5年配が多いから単純に簡単だから早くなってるお兄さんのお客さんはやっぱり時間かかるねあだから時間短観を短縮かだってみんなうまくいくもんじゃないよすべての施術は必要な道具を過不足なく。 まあ、いろんなこと書いてあるけどね作業スピードを上げる練習するったってね人間早く動くのもキリがあるからゆっくり動いて早く終わらせる作業スピードを上げるんではなくてこう容量をよく切るってことだよね体のなるべく動かないように容量はよく無駄なプロセスは省くってことかな作業スピードを上げるのはねちょっと難しい危険ゆっくり動いて早く終わらせるね 薬剤を使う施術ででは時間軸で考えるパーマやカラーなら放置10分から15分で狙ったカラー15分で染まるわけがね,ねうん放置15分って書いてあるからね施術15分じゃなくてこれ間違いかい施術1 5分ってパーマおばちゃんパーマ10分じゃ負けないよね <laughs> これちょっとやっぱり雑誌社美容業のこと知らないからねちょっとおかしなこと書いてあるねあのこんなのまともに受けたらねクイックカラーで15分でやってすぐ色がね冷めちゃったら クレームになるからねこのクイックカラーだけど白髪ぼかしもそうだけどあの放置時間が早い短いあるよねただ手間は一緒なんだよねだったら放置時間長い間にもう一人カットした方がよくねってことになるよねあのカットのプレッシャーのこと書いてあるね今のお客様は来店時に髪が汚れていることが少ないからちなみにジェルなどを使っているお客様 2は「ご来店の際にはスタイリング剤をつけずにいらしてください」とお願いすることもありますこれはあのジェルつけられるとねシャンプーしなきゃいけないから面倒くさいよねあの安い店だと衛生意識の低い人が多くない最近は減ったかなかそういう時はやっぱり汚れたまま平気でくるからねほんで気にしないで家帰って洗うからいいですみたいな感じでねまともなカットしてくれみたいなねちょっともう定量近店だとこういうお客さんがいてねちょっと困るよね あのやりたくなくななるよね仕事するモチベーションがだだ下がりってやつだよねお客様には施術がスピーディーなのは髪質や頭の型を理解しているからできることなんですよと一言お伝えするだけでだいぶ印象がかりますよまあまあ綺麗なこと書いてあるよね個人的に言わせてもらうとね自分はまあ見ての通りのこのカットのスピードだよねこれでよく速いってまあ言われるんだよね 自分は早くやってるつもりないよねだから予想が遅すぎるってことだよね。あとやってるお客様がねおばちゃん層が多いからねでおばちゃん層、まあ、2500円でやってからちゃっちゃと切ってちゃっちゃとと帰れるで5,000も6,000も取るとさなんだちゃっちゃとやってちゃっと終わらすんじゃったらねもうちょっと切ってよって言いたくなるよねもうちょっとなんか手かけてよってねそういうのがうちないからねまあ値段そうだと思ってやってるけどねいいんだか悪いんだかちょっと分かんないね自分じゃ判断できない。 お客さんの判断でまあこんな感じでやってるからねゼロ秒トリートメントって書いてあるよゼロ秒トリートメントベースの材にオプションで材を加え客単価を上げる技術何かを足し合いんでしょゼロ秒トリートメントだけどあの最後フィニッシュになんかトリートメントつけると手洗わなきゃいけないでしょなんか手にねつけて塗ったりしたらうんだ缶スプレーのなんかふっかけりゃいいんじゃねえのシリコンオイルかなんかシューってえ一番ゼロ秒だよほんで500円も余計に取るの それに50円がいいとこじゃない50円が30円とかね <laughs> 雑誌だとねいろんなこと書いてあるからね10%の値上げとか1 8の値上げねちょっと行き過ぎだよねやっぱりねこまめに値上げするしかないよね100円ずつもうちま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 毎年じゃないけど2年に1回とかね5毎年上げんだったら 5%3% ほん本当にちま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 ね上げ続けるしかないよねまあ世間の状況見てね ちょっと戻るけど話は施術時間の短縮かね乾かす時間だよねロングのお姉ちゃんねうーんこれ結構ね時間かかると大変なんだよね雨が降ったね湿気の高い日ねなかなか乾かなかんね1人乾かすのに20分ぐらいかかったりするからねもう1人でやってる店なんか致命傷になるよねカット、本当に1人2人できちゃうからねその間にねあとシャンプーね シャンプーも科学的に綺麗になればいいだけであってさかゆ、まあ、い人は本当にタングルティーダーでもうやっつけるしかないよねもう疲れたら負けだからね美容師ね力出したら負けねあとヘアカラーのシャンプーね毛染めしてる人のシャンプーねこれもう科学的に綺麗になればいいんであってねあんまり長いことゴシゴシゴシガシガシ,ガシ洗って地肌と髪の毛痛めつけてどうすんのってシャンプーだってあんまり摩擦してもみは痛み損傷になるからね まあ、ヘアカラーの後のシャンプーねこれ茶色い水が出なくなったら OK 多少ヘアカラーが髪の毛に残っててもね、えー、シャンプーくっつけちゃってでシャンプーがあ茶色くなっても次のシャンプーで、ね、白くなれば OK そんなね根詰みでやってる必要ないよねヘアカラー後とのシャンプーもうヘアカラー剤そのものがね強い薬だから油汚れなんかを溶かしちゃってるからね で昔のさヘアカラー剤ってさいつまででもなんか茶色い水が出てたような気すんだよ。でも最近なら意外と止まるよねあの。髪の毛にぬかみそ塗った感じだよね。ぬかみそが取れたらもうそれじゃ綺麗にならないみたいにね。だからね。 部屋からしたあとなんかはねパーマかけた後もそうしくも矯正の後もそう地肌と髪の毛がね、まあ、緩んで痛んでんだからそれガシ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 ね延々とやるっていうのは余計痛みを痛みが呼ぶからねあんま好ましくないともう本当に軽いシャンプーでさっとやってさっとね化学的に綺麗になっていれば OK っけつうのでこうやって言うとねまあ女の先生とか うるさい男の先生なんかねシャンプーはそういうもんじゃねえだろとかって言うかもしれないよねだけどそういう人に限ってねシャンプー30秒とか1分で終わらしたいって思ってんだよでそれができねえからえ延々としつこく,くやってっからなんか自分のことを正当化するためにさそういうもんじゃねえだろってなんか言う人がなんか聞こえてきそうシャンプーはそういうもんじゃないでしょっていやもっと本当はね1分で終わらしたいんだよね <laughs> みんなね 簡単に終わらしたいよねシャンプーねさサッサってでオッケーみたいにね。<laughs> で変な癖つけちゃうとなんかシャンプーね疲れて汗かいてさ、ね、研修医になるまで洗うようになっちゃうんだよ、うん。いいお疲れ様でした。